が良いと私が判断したら配信しますと言った配信者を押されます。勝手に押された場合については、OK にしてください。今のは見えた私はもう出るんで、その場合は。今のは、ラストウルフは分かんないけど、村が見えた。という感じでお願いしたいんですけど、何か質問があればお願いします。なければ5秒後に始めます。まあ、最後多分ね、前の6番と前の8番ね、俺ポンコツ村人だと思ったんでしょう、思考ロックの。優秀です。超人でしたからね。霊能で出ましたよ。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、いやもうダメですね。人狼なんでね。もうね。夜が更けました。神のみぞ知りますよ。人狼に気をつけ、人狼の方、なってください。お願いします。お願いします。あ、じゃあ、ヨンボさん、占い師やってくれますか？で、俺、占い師ですね。わかりました。ほほほほ、ありがとうございます。うん。やるけどね、恐ろしいほどね、新芽取れないよ。理由？俺、死んだ時って全然グレーセンサーしないから。グレーセンサーをするっていう練習してないんだよ。うん、だからね、グレーセンサーしてちゃんと新芽取るっていうのを、そもそも死んだ時にやってないんだから、偽の時に多分できない。人並み以上にできないのは、やってないから。死んだ時に新芽を取らないっていうので、芯を取るっていう、本校だから。でも取れなかったけど、今日は。一番白なんで把握お願いします。怪しまるで釣られて負けだけど。グレーズリー盤面だった場合は、やってもいいけど、出てほしいですって思ってますね。死んの勝負負けるよ。その他だったらもう自分の判断に、一応やったふりはできるけど、はい、僕、人狼ゲームで一番嫌いな言葉があって、〇〇が村だったら負けてもいいよってやつ。はい。もうこれ言うやつは俺人外ロックしますね。はい。〇〇が村だったら負けてもいいからって、もう思考を放棄しちゃってるやつなんで、はい、それ言ったやつ人外ロックしますね。はい。ぐらいですかね。あとは各々自由にやってください。まあ、対抗が出てきて、変なこと言ってたら僕はしっかり叩きますね。もしそれがなかった場合は僕はライン精査を一番頑張っていきますね。はい。発言の矛盾には気をつけてください。以上です。1番のプレイヤーが発言します。1番です。まあ、9番差占い師ってことなんですけれども、まあ、初日の1周目1番手だったら潜伏してほしかったなと思いますけどね。まあ、ほぼほぼ狼は占いでやると思うんで、まあ、急に白出した占い師がいたら、まあ、ほぼほぼ破綻なんでね。真なら潜伏してほしかったなっていう印象かな。あと、占い師に言いたいんですけど、占い師さんって村人目線での視点も話してほしいかな。うん。狼っていうのは狼視点と占い師視点と2個考察しないといけないんですけど、それにプラスで村視点っていうのも入れたら。曲げるんだったら2番釣りの流れになってくれれば、手取ればいいけど、まあ、それで破綻とかも言えるんで、なんで9番さんは村人視点と思うね。俺、強人が3周を作って、俺が釣られてもなんか頑張ってくれれば勝てるかも。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。とね、まあ、一番さっきおばさんに対して潜伏しろよっていう感じで、まあ宗教上の違いだから、まあ、そこの叩きは別にカウントしませんってことで。そうですね、キューバーさん、じゃあ、キューバーさん、占い師だったら負けていいやって。じゃあ、キューバーさん僕のこと通用するんですかね。まあ、割と正直に言うと、キューバーって進行論につながったから、若干印象悪いかなって思ってるかな。まあ、占い対抗出てきたとき、で、霊能が一角場面で、グレーズメだったときは、最初は僕、占い師を対抗、狼起点で僕は考えたいと思ってるんで、まあ、単体でおかしいやついたらそいつするんですけど、ダメだったら起点で考えて僕は精査するんで、お願いしますって感じですね。まあ、3、4、5あたりは、どうやって狼探しに行くのか、まあ、言ってくれたらありがたいなって感じですね。3番。のプレイヤーが発言します。はい、霊能です。はい、お願いします。1、2番の9番への触れ方ってなんか変だなって思ってて、なんか9が新占い、1、2がムラムラっていうのはあんま想像しにくいなっていうイメージですかね、今のところ。はい。
吸盤がその位置で1周目で出たら2攻めになることなんて 100% ないと思っているから、1番が吸盤にその指摘をする必要はないと思ってるんですよね。はい。なんか2周目に出る方が絶対陣外が動きやすいだけだと思うんですよね。吸盤が偽だったら2周目出てやった方がやりやすいから、別にまあ本当宗教上の違いってしかないので、はい、と思ってます。はい。だから1級ローローのライン切りは若干あるかなぐらいに思ってますね。はい。2番については、9番が進行論述べてなかったから、これもなんか、それ偽要素なんか、進行論っていうか、まあ普通に話し合わせだと思うけどねって感じ。はい。あ、1画した。4番のプレイヤーが発言します。うん。占い師、3番白でした。うん。まあ対抗出たら、対抗の方からするかな。だって3番に白出てるからね。うん。そうですね。これしかもう俺言いようがないっていう。9番さん？うん。9番が村なら、うん、負けていいよ。うん、だって、勝つから。俺が死んだから。うん、9番つっていいよ。うん。うん。俺も言ったけど、じゃあ俺押して。大丈夫。9番偽だから。うん。まあ、防衛本能だね。な、狼かもしれねえな、これね。こんな感じで言って。なんかこんな感じで、狂人が言うんだろうかね。なんかの防衛本能がものすごい働いて、俺を釣るな、俺を釣るな。うん、釣るよ。だって、俺もう初日に9番行くよ。いいでしょ。みんなはグレー行って。俺は気持ちをね、見せるぜ。1、2番はね、まあ、わかんないです。僕も今の話聞いて。どっちなんだろうね。ライン、を切ってるのか。俺とも、まあ、こんな感じなのか。9番が怪しいから、普通に話した人なのか。まあ、3番が一角したら好きなとこ、なんしてしてる、すればいいんじゃない。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営、仕様なしです。俺4級で言ったら4番の方が2攻めかな。うん、4番の盤面って、4番と9番の盤面なら4番後半位置に出しにくいのかなって感じで、3番に出したのかなって見てますね。で、1番さん潜伏派ってことですね。で、2番さんはその宗教違いで別に叩きはしない、色落ちなしですね。で、9番さんのその丸々が占って位置が分かんないから、適当に3番打った。村負けっすね、みたいな発言は黒く置くみたいなのあるけど、なんか村弾きする盤面もあるから、それで黒ロックはちょっと、怖いかなと思ったんですけど、俺村で話してもね、9番の盤面だったら4番に行きたい。俺どっちかったら4番行きたいですね。占い師の時はね、まあ占い行くなら。で、3番一角なら3番に、乱指定してもらいたいですね。はい、一応やるけどね。やるけど、信用勝負厳しいと思うね。プレイヤーが発言します。まあ、4番が、の発言的に強人かなと思ったけど、おそらく強人だったら3に、白刺さないかなって思って、4番の発言すげえ強人くせえなと思ってたんだけど、9に行くとか言ってたから。でもよく考えたら4番が強人だったら3に行かないかと思ったから、進路1かなって思いました、4番に関しては。で、9番か、9番なんだろう、これは人の違いかもしんないけど、9番ってぶっちゃけで言うと変な進行論言ってたわけじゃん。これ叩かりやすいので、狼だったらこういうのわけわかんない進行論言うかなと思ったから、9に関しては、進行1かなと思った。はい。ぶっちゃけ叩かれやすい、こういう、なんだろう、当たり障りない進行論じゃなくて、叩かれやすい進行論なわけでしょ。今みんな叩いてるように。って思いました。で、なんだろう、5が1だけど、今現状2、1なわけでしょ。なんで占いから行こうとしてるのかなって思ったけど、2になったら例のになるわけだし、今現状には4に行こうかなって、どういうことなんだろうって5番さんに思ったかな。今はグレイジだったら5行きたいです。以上です。7番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村陣営です。CEO 特になし。そうですね。まあ、9-4が占い CEO で、9が1、4が3か。白ね、把握です。っていうところでね、どうなんでしょうね。で、俺もね、直前の6番さんが言った通り、5番さんは発言気になったかな。で、俺は別の点が気になってて、4番偽なんでって言い切ったんだよね。で、それって視点付けなんじゃないかと思ってて、5のローは硬いのかなと思っちゃった。で、それが、5番さん村で出現したんだったらしっかり2周目発言してほしいかな。俺も現状5を釣りたいと思ってる。理由はさっき言った通りね。4偽なんでって言ったところ。うん、そこが視点付けに聞こえた。で、そうだね。まあ、1、2に関しては、まあ2周目かな。はい。まあ3番さん偽っぽいなと思ったけどね。はい。どうなんでしょうね。まあまあちょっと8番さんの話聞いてみましょうか。現状釣り位置は5ですね。8番のプレイヤーが発言します。何7番さんの意味深発言。3番さん霊能一角だと思ってるけど、霊能対抗いたら出てほしいかな。うん、もうこれ以上で出てきたらもう3番さんを死んで見てるから
うん、連の一角よかった。そうだね。どうだろう、9と4は、ちょっとね、私エンドポジだから嫌いなの、このポジション。このポジで何か言わなかったら叩かれるでしょ。だから嫌いなの。で、6番さんが言ってたの思ったかな ?9 番がその言い方したら、ヘイト買われるの当たり前じゃんみたいな言ってたから、9番はその点ローじゃないのかなって思った、それ。それを思ったから、9番があれかなって思った。チーム目なんかな。でも4臭いよねって思って、もうその辺わかんなくて、そうだね。5がそう4のことを言ってたからって言ったら7番さんの便乗って言われるんだよね。もう辛いの、このポジション、マジで。どうしよう、本当に。9番のプレイヤーが発言します。あー、例のですか。なるほど。まあ、どっちでもいいです。そっちに精査回すより。俺は4番は強靭じゃないと思ってるんで、4番ロージックですね。4番が強靭だった場合って、どこかご主人に白出した方がいいと思ってて。だから、そっちの、だからこそ4番ってローに見えてるかな。4って3で出ちゃってるから、霊能と主張する人が。だからそこに白出すのが狼は一番強いと思うんだよね。黒白を色付けやすくなるから、今後。怪しい人に黒出したりとか、白出したい人に出せるからって思ってますね。で、4の相方を探す作業になるんだけど、どうなんですかね。まあ6番で、ちょっとロー相方じゃないかなって思ったのは6番が4を最初、強靭だと思ったんだけどっていう、あ、でもこうこうこういう理由で狼かなっていうのをあんまり4-6でやってたらかなりあざといなって思うんで、今日の釣り位置じゃないかなって思いますね。はい。で、7番が白いと思ったんだよね。発言的には。だから迷ってる。別に3番のクロスがあったわけじゃないです。はい。で、ねえ、だから2と5と8。まあ5番さんの印象はいいけどね、どうしても。唯一9の方が新芽あるみたいな発言。4番が臭いって。まあ俺目線は印象はちょっと良くなる。ただ身内切りって言われたらそれまでなんだけどね。誰かが言ってたように視点助で、5-4ローローってのもなくはないから、まあ、258の発言聞いて、怪しい位置入れようかなって思ってます。1番のプレイヤーが発言します。9番さんはグレー冷たいってことですかね。今の発言的に。単純に7番さん、まあ5に対する叩きは別にいいんですけど、5が見えすぎてるって言って叩くんであれば、まあ4、5オオカミ、5、9オオカミで見てるのかと思いきや、その後1、2にも触れたことから、それやと合わなくないですか？仮に4、9に強靭出てると思ってる思考なんだとしたら、5が見えすぎてオオカミっていうのはありえないでしょ。4は3に、白出してるんだから、まあ、仮に5が見えすぎってことは1号狼で9が私に白出してるので見えたって言いたいんでしょうけど、それだとありえないんで、まあ4が真になるんでね、その場合は。ちょっと7番さんの言ってることよくわかんなかったかな。5-4-5-9で見てるっていうならいいんですけど、その後1、2に触れてることからしてそうじゃないんでしょう。で、9番さんで今日グレー期待的な発言。まあ、まず4番さんでも言いたいのは村目線じゃないんですよね。初日9行きたいっていうのが。単純に、まあ、私目線、まあこれ完全な、なんていうか、自分の理論なんですけど、やっぱ占い師は村側に立ってほしいかな。村目線で考察できないんだとしたらもうそれは、同じ陣営とは思えない。っていう意味で僕は4番さんの新名がほぼほぼないと思ってるので2周目頑張ってほしいかな。3-7で言うと私は7番さんの方が怪しいと思う。2番のプレイヤーが発言します。僕は7が死んだと思っていて、7番っていうのは5に対して、5っていうのは4に対して、4は3しろっていうか偽なんでっていう視点付けを起こしてるっていうツッコミは5、7番良かったと思ってるし、3番って 2と1のあれ触れ方がめちゃくちゃ違和感で、2番っていうのは1番に対して、1番っていうのは9への潜伏した方がいいんじゃないかっていうのは宗教上の違いで、2番っていうのは1のこと一応叩いてるし、2番っていうのは9に対して、9番っていうのは思考解釈していたけど進行論、つまり逆のことに関しては言ってなかったんですよね。ただそれに対して9番印象悪いったんで、僕は9番に接してるわけじゃないんで、3番っていうのは若干の拡大解釈言ってんのかなと思ったんで、
今日は3から行きたいです。4番には悪いけど。なんで、僕は3、7、心境だと思っていて、9、4で加えたら9の方が今の発言に偽っぽいなって思いましたね。なんでかっていうと、あなた目線7を蒸らしするのであれば、7番っていうのは5番を視点付けしているから狼硬いんじゃないかって言った人物だから、9番目線5の5に対して2、5、8で5を白いって言っているんであれば、7番の印象は悪くなるはずなんですけど。あなた目線7っていうのは5を黒く置いている人物だからね。9番っていうのはそれに対してなんか発言が矛盾してんのかなって思いましたね。まあ、4番の新要素も拾えてないんで、まあ、4番西村の発言も聞きたいんですけど、はい。で、グレーで怪しいなと思った西村は5、8。5はさっき述べた通り、8に関してグレーどこも売れてなかったから、もしヘッドも関係ないのかって思った。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。いや、突っ込みどころが満載なんですけど、一番黒いのは2番かなと思ってます。はい。7番が、5番に指摘したのが合っていると2番が思うんであれば、5、4、ロー、ローじゃない。5番が視点付けするっていう視点なのであれば、5、4、ロー、ローでしょう、7番視点って。ないし何、4強3ローで5ローとかって言いたいのかな、じゃあ、他にあるとしたら。っていう感じなんだけど、だとしたときに7番が潜伏するメリットって何ですか？そこに違和感持ちませんか ?2 番とかって。なんで7番の言ってることが合ってて潜伏するんですか？言ってることめちゃくちゃだと思ってますけど。で、2番については9番に対して進行論言ってないからおかしいって言ってるけど、あなたにとっての進行論が何なのかわかんないが、6番も言ったように9番は9番なりの進行を語ってると俺は理解しているから、9番が進行論を語ってないから印象悪いっていうのは拡大解釈でも何でもないと思ってます。変だったと思ってますよ。2番の9番の振り方は。1番を叩いたから2番が白いとは全く思わないです。はい。1番については2周目の発言は白いかなって思ってます。はい。5番はなんか精査不能っすね。2周目次第じゃないですか。はい。6番は言ってることはまっとう。8番については5番についても触れていたし、グレーについて触れてないから黒いという2番の精査はめちゃくちゃだと思ってるんで、結構苦が黒いかなって思ってます。はい。占いが進路が基本線だけど、7番のその潜伏が結構3仕様を怖がっているローもあり得るかなって。ちょっと思ったんで、7ローの占い心境も、なんか4級のムーブ見てるとあり得るかなぐらいに思ってます。4の強靭ってね、あるかもしれないなって思ってますよ。6番に言っとくと。はい。グレーでサイクルは2です。今日7吸ってください。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。うん、だったら、2番行けばいいんじゃないですか ?1 番さん。あ、3番さん。行けばいいんじゃないですか。あ、9番も行けないでしょ ?2、5、8。この中に相方いるのかな、例えば、3番が2番行くなら、行ったら3なので2。俺と4級で2。4票合わせれば釣れるよ。おとも相方だから釣れない ?9 番さん。258の相方を言ってて。2番とか5番ならあからさまに俺を押してる狼。8番だったら6に便乗してる。9番に気になるのはどうして6弾いてんのっていう。うん。6番の問題点。9番を強靭置きしてる。ローでしょ普通に考えて。ローなら言うわけない。強靭の方が言わないだろ。むしろ、あの発言。うん。ローに決まってんだろ普通に考えて。7さんに強靭が出てるって普通に考えた方がいいと思うけど。だから7、3つってもどうせ白なんだから。じゃあ2、5、8すればいいじゃん。この中に相方いたらラッキーだしね。あと1番も怪しいしね。もう思考ロックが入ってるし。うん、突然。はじめに9番を1周目でラインギリしといて、突然2周目から本当の力を発揮し出すと。1、9で繋がってて。って感じかな。6を弾いたこととか1の囲いがあるかもしれない。まあ2、5、8だったらあからさまに占わせないようにしてんでしょ。じゃあ2、5、8でいいんじゃない ?9 番いかない2番行こう。3、7も息残るために2番行ったら？以上。5番のプレイヤーが発言します。はい。俺も今日2番、グレーからで2番でいいと思いますね。で、なんでいいかっていうと、7番視点、4番が3人白出しでしょ？ってことは3番強靭確定なわけでしょ？怪しいな、あれならもう無理だから。ふざけてるわけじゃなくて、ことでこれで息残ったら占い1から外れるけど、俺が4番釣りをして、占い1から外れるけど、息残らなかったらもう無理だから。釣れちゃうから、ふざけてるわけじゃないからね。ねそこ、なんかグレー3、7、7、2番行く流れも、まあ俺個人的にはね、だったら別に、レーナーじゃなくて、グレーから行くと、ね、ふざけてるわけじゃない。釣れるから、俺全然2でいい、ね。これで生き残れれば勝てるんだけど、生き残れれば。うん。そこでちゃんと俺の指摘するのは白いかな。
2番だけがね、1番も、1番8が違うから、俺が信号なんか追ってるみたいな発言してるから、裏のあれじゃないから、もうね、4に追われるよ、少し裏のあれねっていう。1番はちょっと無理だから、強烈なライン切ったけど、っていうこと、ふざけてるわけじゃない。ゲームを捨ててるわけじゃないんだけど、ゲームで過失してたらもうライン切るしかないから。絶対今回2番いかないっす。何を言ってるんでしょうかね、本当に。後半、3、4、5あたり。絶対いかないっすよ、2番なんか。だって、例の一角してないんだし、じゃ黒白出されて、どうするんですか？じゃあ結局3、7決め打ちになるんですか？絶対3、7からです、今回。で、ごめん、ちょっとさ、俺、7番が例の使用するときってさ、誰から話したっけ？1番、あ、9番からか。9番が出た瞬間に出したかな。それだけ7番に言ってほしいな。もし出てないんだったら、7番が強靭で、他の人がスライドするのかちゃんと見てから出したんだったら、7番が強靭だと思うし、速攻出したんだったら、7番さんが真かなって僕思ってて。3から行きたいかなって思ってる。7番にはそれ言ってほしいな。で、8番、7番がそれ言ってること違ったら教えてください。多分速攻出してるんだと思うんだけど、わかんないけどね。7番が強靭だったら多分1周目で3が出てるんだったら言うと思うんだよね。C 目取れないと思って。3番が7番の潜伏した理由が分かんないって言うけど、俺は逆に一周目に出た理由が全く分からないかなと思ってて、3番のね。普通に自分がさ、人狼とか狼だった時ってさ、潜伏怖くない？新目取れなそうって思って。それを7番やったんだよ。だから、俺は、9番の、位置で速攻出たんだったら、もう7、新決め打とうかなって僕は思っております。はい。今回は2なんか絶対ありえないですよ。例の2人いるんだから。絶対ありえないからね。3、7、好きな方に入れてください。僕は7の芯を決め打ちたいなって思ってるレベルです。じゃあ3いきます。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、6番さんに言うと、まあ、当然即出した。ただね、そこは重要じゃなくて、俺が潜伏した理由ね。で、まず3偽確定してて、俺目線ね。で、4号がめちゃめちゃ黒かったんだよね。だからこそ、ここにローローいるんじゃないかと思って、3、4、5にね。例えば4番強靭3号ローロー。で、例えば、で、3番で囲われてるからこそ、5番っていうのは視点透けしてて、狼で4番偽が透けてるから、新占いの9番からの占い位置から逃れようとして、4番を釣りたいとか、そういうことをしたんじゃない？まあ別の言い方をすれば9番にすり寄ったっていう感じか。うん、っていうふうに見えたのね。で、3、4、5に2浪いるように見えたんで、仮ね、8番さん、まあもしだよ。例えば4号ローローだった場合に強靭がまだね、8番さんの可能性があり得るから、霊能 3CO っていうのを狙ったのね。まあそこだけ、俺が潜伏した理由は。だからね、出るタイミングはさほど重要じゃない。はい。3CO を狙ったってとこね。で、やっぱり発言聞いても3、4、5、3人外じゃないかと思ってるけどね。で、特に5番はおかしいかな。はい。俺は5釣りでもいいかなと思ってるレベルなんだけどね。で、まあ当然俺は人外確定の3に行くんだけど、うん。まあしょうがないね。まあ村の流れ的に5は釣れないか。今日は3に行ってほしいですね。でね、4番さんっていうのは、グレーに行きたいって言ってるのをどう解釈するかなんだよね。で、4番っていうのは共鳴を否定したい狼なのかなっていうふうに俺には見えたね。だから現状、4号ローローなのかなと、3強人。まあ3番狼で出方するのかなっていうのもあるし。うん、今日は3から行ってください。8番のプレイヤーが発言します。ですね。そうそう、私7番さんが言ってたもん、思った私5が一番くせえと思ったよ、グレーの中では。だって、なんか5番さん、なんか2釣りめっちゃ飲んでたよね。なんで4のことを否定してて、なんで2釣りそんなに飲めるのと思った。私別に2釣ってもいいけど、でも縄がもったいないかなって思っちゃうよね。今のこういうことを考えると。って思ったよね。そう思わないかな、みんな。だって4番が2行きたいのは、だって霊能行った後に占い行かれると思ったからじゃないの？違うの？そう思ったかな。7番さんが出てきたのは9番さんが発言するときだったよ。私のときに出てこなかった。まあその9番さんが発言したときだったから7番さんは別にそんな黒く見てないかなって思った。私が言ったときに出なかったけど、その後の自分の発言ターンとかに出たら7番さんはちょっと2攻めに見てたけどって思ったかな。全プレイヤーの発言が私が悪人ですって？もう怒りますよ。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。マジでやばい村だと思っていて、スケームがついてるんですけど、7番って完全に出現したと思ってるんですけど、もう一回説明しますね。7番視点で5番が4の視点、4が偽が透けている視点だから5、4、ローローがあるんじゃないか。8番が狂人の可能性がある。で、これ視点破綻してるの気づきません？だからおかしいって言ってるんですけど、俺2周目から。言ってることわかんないですか？ 7 番視点で5、4、ローローがあると思っていて、俺が何だと思って8番が狂人だと思ってるんですか？っていう話をしてるんですけど、7番って明確に言っていて、5番目線で4の偽が透けているっていうことは、5、4、ローローかないし、5、3、ローローの4狂人のパターンでしょ？その場合って8番の人外ってありえないじゃないですか。なんで7番が潜伏して8番が狂人かもしれないって思うんですか？ 5,4,3 に2郎いると思っているっていう発言をしておきながら。なんか、ごめん、視点破綻、100% 視点破綻してるんだけど、なんで分かってもらえないのかが分かんなくて困ってますけど。だから2番もよく分かんないし、6番も今の発言聞いて、7番を信じてしか打たない、9番の位置で出てきたんだったら、っぽいやつにで言ってる意味分かんないし、2周目で出た方が真なんですか。じゃあ1周目の1番で出て9番の攻めをなぜ追わないんですかっていうのが、整合性全く取れてないから、6番は走ってるし、5番は飛んでるし、はい。なんか、よくわかんない。もう2番の HP ものすげえ低いから。いやもう全然クレジットすれば2番の HP が跳ね上がるな。夜が更けました。人狼に気をつけてください。人狼の9神に奇跡かけましょうよ。で、俺自爆すれば2番の HP 上がるけど。9神しましょうよ。最悪守られても俺自爆するんで。それしか多分過失じゃないんじゃないかな。そうすると2番さんの HP が。いや、9神。爆上がりするんで。うん、最終的に5番が低くなる。夜が昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤー人狼が身分の開示を選択しました。来たぜヒロちゃんの必殺しばく。この HP を極端に下げ、そして2番の HP を爆上げするっていう、秘策中の秘策。守られてもいいんだよ。騎士何やってんだっていう。旧神でもいいんだぜ初手だったからこそ油断してチャット打たなかった9番の隙をつく。まあ、ほぼほぼ HP 低いから、258に騎士出たらやばいけど。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。はい、借りたい子います？なんで身分を明かしたかっていう話ですよね、これ。とりあえず5番さん借りね、了解です。まあ、2番さんで引っかかったのは、まあ、視点破綻の話はいいんですけど、まあ、8番さん若干の釣り茶。僕知らったからきついね、もうこれ。釣り茶あげてないもう無理かもね。それで言うと、僕も直前の私は別にあげてなかったので、なんで8だけに行ったのかなって。まあ、片白やからか。まあ、なんかしら発言してほしかったですけどね。9番さんが色落としてないのが痛いな、これは。まあ、ちょっとみんなの発言聞いてちゃんと考えたいと思います。2番のプレイヤーが発言します。まあ9番さん死占いしちゃったんですね。申し訳ないですって感じで、まあ、4の狼が露呈して5番が騎士出た中で1番さんは隠しろ状態で、僕視点っていうのは、まあ、今日安定進行で7釣るんですけど、一応、まあ、6まあ、7で終わんなかったら、6、8に狼いるってわけなんですけど、いや、どっちなんですかね。視点が5は僕は6だと思っていて、僕視点ってのは3に対してなんかすごい熱動されたんですけど、僕は9番さんに対して、逆の進行論を述べていないから9番に関しては印象が悪い、1周目に印象が悪いって言ってるんですよね、3番さん。
まあ、死んでるけど。んで、8番さん5に行ってるんですよ。6番目絶対グレーありえないですよ。だって、占い師の精査がまだ村視点ではっきりしていない中、グレー詰めで行っていることで、もしそこが村だった場合っていうのは相当の負け戦なんですよね。はい。それを理解しない人が多いなと思ってるから、なんか負けそうで怖いですけどね、村が。まあ、6、8で比べたら、若干8の方が怪しいかなと思ってるから、6の視点がっていうことで、8が5に入れてることから。はい。ってな感じですね。まあ僕、全然視点更新してないんで、4が自爆した後で。はい。まあ、6、7、8の発言聞いて、僕は一応7入れて考えたと思います。5番のプレイヤーが発言します。はい、初日なんですけど、俺別に4番さん偽確定って言ってないんですよね。この盤面だったら偽目が高いなって言っただけなんですけど、それで6番さんちょっとね、捏造されたんですけど、投票結果的に8番じゃないのかな、普通に。ここだって 4来るなら全然7も7はないかなと思うけどな。もう2番。6、8だったら俺もう8だと思ったね。7の巨人にかけろ。もうそれしかねえで。8でも言うに6でも言って、流れ的に8だったら8でいいわ。7の巨人にかけるしかねえわ。いいのかな。3番の言った視点破綻で3番実は死んだったらかけるしかないぜ。もう。6人盤面じゃん。6番のプレイヤーが。7の巨人にかけよう。いや、本当にね、5番騎士かよ。この騎士がね、一角にしてて本当に良かったよ。多分これがね、村の率直な意見だと思うけど、あの5番が騎士じゃなかったマジで絶対知ってた俺。で、なんだっけ、9が死んでしょ。で、2が白でしょ。いや、4番うまいなと思った。自爆するタイミングって。で、2が、2じゃねえ、1か。1が白を書くでしょ。で、もう完全こっからはなんだろう。なんとなくでしか話せない。2番さんはなんとなくだけど、ほんと白っぽいなと思っております。なんだろうな。初定位から叩いてたり、結構してるタイプだと思ってるんで。自分で言うのはなんだけど、アシストなんだよ、ヒロちゃんっていうのは。どっちかっていうと、ないのかなって思っちゃってるよね。得点王にしちゃうとね。最後のね、決める番、まあ、2と4の配置がこれだからあっていいんだよ。村起きできたんだって、もういや、これが俺が2の1だったら、ほんまに負けるから。思ったこと言ってってほしいなって感じですね。すんごいパス出しまくって、アシストがものすごい異常なぐらいする人間だけど、ゴールの枠に決めらんないっていうタイプだから。何よりかも8なんじゃないのか。この配置だから配置は合ってる。安定してる。あっち行って7の教授にかけるしかねえ。3番の言ったその視点漏れを。まあまあまあ。村で視点が漏れたのかな。自分の思ったこと言っていく方がいいのかな。3番の教授じゃなくて死にかけようぜ。だから7だった時に7、8に釣り切りで終わるんだよね、俺目線っていうのは。厳しいなぁ。ただ7な、1周目に関しては、7、死に決めようと思ったけどな。7番さんちょっと、3番さんに言われてたけど、ちょっとくせえなと思っちゃったかな。安定で7言っとくかって感じっすね。ただ今んとこ28で言ったら8の方が怪しい。断言してくよ。僕じゃあ残ってたら8いきます。はい、僕が最終位置まで残ってたら絶対何が何でも8いきます。7番のプレイヤーが発言します。はい、生き残ったらね、ヒロちゃんの必殺自爆が火を吹くし、ヒロちゃんの一応ね、狼確定で、しょうもない考察しかできないけど、勝負勘でね、俺釣りでも最悪のライン切った方がいいと思う、ね。はい、ただ、決め打ちで言えば、まあ、ほぼ勝てる。大まかなね。2番に行った方がいいんじゃない？で、俺もやっぱり単体制され8番さんが7番に行ったぜ。まあ、まあ、26に関しては視点がやっぱりずっと村視点で俺と合ってるんだよね。うん、で、まあ、1番さんも隠し論になったんで、で、どうだろうね。うん、まあ、8がサイクロかな。で、8って終わんなければ26なんだけど、26に関しては分かんないかな。うん、っていうところね。で、まあ、3番が最後ね、頑張って熱弁してたけど、まあ、確かにあれは視点破綻っていうかね、俺ね、言いたかったのは3、4、ローローに見えて、で、それで強靭がいるんじゃないかっていう、まあ、囲いの線を追ったってことね。はい。で、それで、まあ、8番がワンチャン強靭だった場合に、うん、3CO あるんじゃないかという話をしてたら、そこ出現して3番に疲れたっていうところね。だから3番強靭だから、まあ、いいや、とりあえずね、二陣街落ちてるから最悪俺でもいいが、できれば決め打ってほしいって感じかな。で、サイクロは単体制され8番さん。うん。まあ確かに、まあ6番最白かな。で、考察も2番は真っ当で白いかなと思ってて、で、6番白いなと思ったのは5番がね、騎士で良かったっていうのはめちゃめちゃ村感情だと思うから、うん、6が最白かな。まあ2、8どっちかだと思ってるよ、ラスールはね。うん。で、ふさわしいのは8番さんかな。うん、そんな感じです。
8番のプレイヤーが発言します。ちょっと7番さん途中電話かかってきて聞いてないけど、最後8番さんかなみたいに言ってたのは聞けた。私の的には6番かなって思ってる。なぜかというと、なんか昨日までなんかいろいろ言ってた割に、なんか急に8に、この状況になったらあれなんだ、8なんだって思ったからね。には釣れないがどうのこうのみたいな言ってたでしょ。5番さんに投票してしまったからそういう風に見られる自分が悪いから、ちょっとそれに関しては仕方ないけど。6かな。26でしょ。でも7のシーンを決めっていいのかなって感じで、これ7がローだったらもう勝ち目ないからね。でも7はワンチャン噛まれるからね。9で7守りやんな。9、初日9で7守りやから、次噛まれるの5番さんか。5番さん。うわ、やばいな。あー、どうしよう。どうしようかな。私は本当に村人です。それだけは言っておく。展開的には7だね。理想形は7いって、おかしなことをしたね。8いってもいいけど、7の強靭にかけるしかないっていうのと、26で勝てる。で、占いって、グレーとかでしょ。まあ、それ分かってたんだけど、なんか3番さんなんか、そこら辺に出てきて、かすかにね、4番なんか自分の進行論と違う、2番号してたっていう、かすかに思ってくれれば。矛盾してると思われるのも嫌だったからさ。あと9番の初手のタイミングで、チャットとスピードが遅くてよかったわっていうのと、5さんが5番か、1か6だったら助かったんだけど、理想が1番記事だったら、グレー幅が狭まって5番すられるし、7を残されても、噛まれるかもしれないから。5、8で言ってくれればなっていう展開だけど、まあ夢は見れてよかったじゃない、2番。あのままだとね、俺何も手を打たないとね、多分5番になったと思うんだけど、多分ね、試合見ればわかるけど、結果見ればわかるけど、多分ね、ニクロじゃないと思うんだよ。まあすごい超有能な人だったら、4-2 のライン見て占ってたと思うけど、夢を見れる。夢を見よう。夢を、ただ5人番目になるだけだから、違いがあれになるけど。8番のプレイヤーが発言します。信じてくれた人が2番さんと1番さんか。あ、白白の1番さん信じてくれてありがとう。それでね、やっぱり6番さんは8に行くんだ。やっぱり6番さんだと思うな。6番さんに行ってほしい。次ね、今回に関しては7に行こう。霊能釣り切り派だから自分、どっちかっていうと。でもなんかこの4の自爆がちょっと、びっくりしたって感じだったから。なら死んだのかな、8に行くのかな、ね、?8 の村要素拾ってない限り8は行かないよな。ね、本当にね、村人なの。でも6番さんだと思うんだよね。これで2だったらちょっとやられたなって感じ。私のところに入れなかったし。だからね、6番さんに行ってほしい。今回は7に行かないと。2つしかないからね。2つしかないから。だから、7に行ってほしい。お願いします。ゲーム終了になったらいいね。7番。5人番目よりは、どっちかが釣れるのが理想形だけど、はい、できたら7なんだけど、まあ。さっきから言ってるけど、まあ俺は真なんで、多い、まあ5でもいいから。余計な1票が減るから。理由は3、4で人外が、2人外落ちてるから。5人番目でもいいのか。俺目線は、7行って8行けばいいから。1、2、4票が集まるから。発言精査で、やっぱり8がおかしいかなと思ったから8に入れた。それだけだね。で、現状そうだね。まあ、遺言として落としとくと、俺が多分釣られそうな感じだからね。落としとくと、やっぱり6は最初だと思うけどね。で、やっぱりその5が騎士でよかったっていうのを俺村勘定だと思うから。で、俺に投票して、28かなと思ってる。で、やっぱり8番黒いなと思ったのは、俺の白が視点付けしてるような発言してたかな。ずっとね。そう。あのね、俺が真と言い続けてて、やっぱりね、要は、多分ね、8番狼で3-7が白っていうのが透けてたから、なんか、そういう発言になっちゃったんじゃないかと思って、俺は8番さん、狼が硬いなと思うけどね。まあ、そうじゃなかったら、どっちみち5を噛めば、標的には7行くからいいのか。7行って、ニナはあるけど、いいのか。1番の、あれが、6、そのまんまで言ってくれればいいのか。投票でもいいのか。8がれるときつい。OK。で、5神。5神で、1番の考え、1番は8いったぞ。1番は8いった。まあいいよ、5神して、人狼に気をつけてください。1の守りが、7だから、
うん、もう5神しかない。で、もう8位に行かれたら行かれたでしょうがないんじゃない？ワンチャン。まあ、残った1番かな、7番が死んだったら、が、2、6、セーサー間違ってくれることを祈るしか、もう神に祈るしかない。まあ5番行くしかないよ、これ。だって1守り入るからね、確定。1守り、まあ6なんか守るかい。絶対確定白の1番行くと思うけど。昨夜は1名の方が一番端投手になってるね。5番、6番のプレイヤーが発言します。まず、あの村の皆さん申し訳ない、ぶっちゃけて言うとなんで7に変えたかっていうと、ぶっちゃけて言うと8行きたかったんだけど、一番釣れないっていうのが問題だなと思って、だから、まあ、どう考えたらみんな7行く、1、2がもう7に行っちゃってる以上7に行くしかないんだなと思って、いやー読みすぎた、マジで。で、1が8行ってくれるんだったらマジで8入れるべきだった。まず8っていうのは、もともとね、根本的にじゃあなんで5に入れたかっていうと、8が狼だった場合ってのはね、7神に行ったじゃん。だから、4じゃ狼じゃねってなるじゃん。4、5で繋げたかった。だから、8を5に、しょっぱなから投票して出せんね。で、2っていうのは多分村だったら8に行きたいはずなんだよね。だって2番さんが俺のこと白くだ、思ってるんでしょ。なんでそんな固くない7に行くのかなと思って。あえて最終的には決め打たないといけないんだよ。あと7の強人じゃないと思ったのが、どう考えても怪しい8を言ってるわけじゃん。多分7番が強人だったら2、6無理やり殴ってくると思うんだよね。どう、7番が強人だった場合って狼がわからないわけじゃん。自釣りすると思うんだけどなと思って。安定、あ、でもそっか、安定だったら俺実だか。だからサイクロの8を釣り落ちたから7強人じゃないのかなと思って、しょっぱな8入れたけど、結局同時投票になっちゃったらまずいなと思って7に入れた。いや、厳しいな。とりあえず今回安定で投票合わせましょう。7行きましょう。一番最悪なのがまた投票、あ、そっか。5人いるから大丈夫か。俺7行きます。7番のプレイヤーが発言します。はいはい。まあまだ縄はあるからね。まあ俺釣りでもいいよ。はい。で、どうなんだろうね。まあ、俺もね、ちょっとよくわからんから。多分8だと思うとしか、でも情報の更新はないかな。はい。だからまあ8番さんだと思ってるっていうところだね。で、大丈夫。俺釣られても当然終わらないし、必ずゲーム続行されるんで、まあ、残った人たちで勝利に導いてねっていう感じかな。まあ、普通に考えて。俺はやっぱり8番っぽいなと思うけどね。ただ2番はずっと堅くなに俺に入れ続けてるのが、まあ、ちょっと臭いかなと。それだけだね。投票のみ。強人でない限り。発言は、初週から1日目から俺は白を死んだんでしょ、多分。26はね。はい。まあ、強人だったら何とか1でもいい。よかったよね。多分8で終わると思うけどな。8番さん村だったら頑張ってねって感じかな。うん、6村でしょ。8番村だったら多分負けだと思う。まあ、2、8の精査は若干あれだけど、8の方でしょ。多分発言で考えて言ってるから村なんでしょ。うん。まあ、9番さんが嫌いなセリフ出た。誰々が村だったら負けだってやつ。別にね、7行かなくてもいいかなと思った。なぜかというと、7はね、次の日噛まれるかなと思って、紙発生しないか7紙かじゃない、普通に考え、あ、1紙があるのか、1紙、7はね、巨人の線もあるからね、まあ、死んであってもね、ほっときゃいいからね、そっかそっか、7なの、7、うん、まあ、こんな感じでなってるっていうのが、まあでも2が7に出てるってことか、経験のあれだと思うから、うん、村なんだよね、そうだよね、うん、俺が2番との超ライン切り切ったせいで、多分うっすら脳裏にあるんだよ。だから、この自爆がうまく守られてもいいんだ、別に。ただ、結果がまあ、どうせ5白だったと思うから、結果的にはラッキー。6かな、2かなって感じだよね。結論言うと、危なかったね。8騎士よりは5騎士の方が良かったと思う。ただ、まだ結論じゃないから頑張ってねっていう。その発言。いや、でもね、ゲームになって良かったね。ゲームになってよかった。勝って負けても、もうそれはしょうがねえけどね。ゲームになってよかったわ。7が強人やったとしても、だってご主人分かってないわけでしょ。負け試合なんだけど、ほぼほぼ、マジで負け試合なんだけど。ほぼほぼ負け試合だったんだけど、だって2番がもう2番だけ俺の信号って。いや、もう無理じゃんと思っても。次発言もあるんで、3番の言葉をちょっとうまく書いて2番ドライン切ったわ。2番さん7に固くなに入れてる理由を言ってほしい。
まあ安定っていうんかな。いや、安定以外で私と同じ理由だったら別に2番さんも、うん、弾いていいのかなと思うんですけど、ね。別に安定でいいよ。僕の票は入るし、2番入れりゃいいだけだし。うん、今日8行きたいけど、ね。それなりにまとめて言えばいいから、うん、リスクでかいから、あと7と8、6と8の精査しますって言えばいいだけだから。2番さん7に。7が人外の時に危険だから安定取るっていいんじゃね。のプレイヤーが発言します。まあ、明日は1番は出せ噛むんでしょ。まあ、そうっすね。まあ、皆さんこういう場面に境遇したかと思いますけども。まあ、今この段階下で9、4、新郎っていう場面が形成されてますよね。で、3、7で7が狼で、7あっても強靭だろって言ってグレ釣りまぐって、7が狼で痛め見たっていうね、過去があるんですよ、僕の中では。だから一応7番は釣って、6、8の精査はめちゃくちゃ考えて当てたいなっていうふうに思ってるんですよ。まあ、それで臭いって思われるなら、まあ宗教上の違いだからまあ、仕方ないって感じなんですけど、うん、6番さんは7、8入れてから7入れてたんだけど、まあ6番さんは3、7の心境乗っているから8番に入れたってことか。うん、俺、僕はめちゃくちゃ怖いから7入れちゃうんですけどね。そこだけかな、6に気になるのは。うん、8に関しては昨日述べた通り、初日からこの人は、なんか5に1本指定したけど、例の2小番目かで。グレーに対して全然ヘイトを向けてないところと、初日段階から6と視点があってんだったから、7番を釣れた瞬間、8と6がやり合って、8の方が相対的に、特に8の方がもう外れないほどの怒りの思考6になっている。まあ、7、僕は怖いに7に行くことこそが、2番の絶対条件。はい、8に行ったらきつい。まあ、8に行ったらね、もう、1か7どっち残すかわかんないけどっていうことになるから。7だったら8がもう6入ってる。6、8が共に2番が薄まってる。投票が終了しました。これで結局6番自体も8番の方の発言で、まあ7死んじゃねえかと思っていったら負けでしょ。うん、精査として6番の精査として8番の陣外と見ている。村人陣営頑張ってる。8番はもう多分6番よりも外れない。それが6はもう絶対2番も見れない。発言26しろいと思うんだよね。追い詰められすぎて2番の今の俺の釣り理由も真っ当だったし。6番も多分優秀すぎて、俺のライン切りをかすかに覚えているんだと思う。もう言わねえけど、脳裏に。まあまあ、本当にかすかだけど。でこんなに。まあ、ちょっとわかんないね。多分8って2番釣るって言ってたよなって、多分優秀すぎて、多分、俺の話を忘れてる人の方が2番を終えるけど。多分5番か8番だったと思うな、占い先。8、白だったら、まあ、あのタイミングの自爆が決まったってやつだね。負け試合だったよ、2番。俺の信号1人だけ追ってるしさ、もう2周目で。あ、もうこれダメだと思ったけど。あ、でもね、まだね、まあ、頑張って。うん。相当失言したら釣られると思う。夜が。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。ああ、神なしね。潰し合えるっていうのがあったけど、8、6、ローに見せたいのが、いや、1か、でもよったと思うけど、まあ、いいじゃね。6から私です、うん、6と8で、盤面的に8番さん怪しいっていうのが分かるんですけど、4番さんの自爆がどうも腑に落ちないんですよね。別に自爆するような盤面で。1は噛んだ方が良かったぜ。迷惑、ちょっと邪魔だったぜ。仮に4番が自爆して得するのって多分6番さんなんですよね。6番さんってみんなからも、まあ、村目に見られてますし、ここ自爆して、どうなんかな。正直6、8で悩んでますが、難しいな。多分良かったな。私が生かされてる理由もちょっと考えながら。2番釣るって言ったことで。私は2番に。投げになった気違い発言したことが、かすかに、みんな言ってねえけど、かすかにあるんだと思うね、はい。いつかお願いしますってことで。そうですね、まあ、
6番に関しては、まあ、クエスチョン投げかけるんですけど、7投票で言及していて6番っていうのは8に入れたことを教えてください。僕が6が狼で安定でかつ視点といえば、6番視点っていうのは7が巨人だった場合、8、2、6で比べた場合、昨日段階下では6が最初だったんですよね。村視点から見ても。8がサイクロ1で、で8が釣られた段階下だとしても、6っていうのは多分僕に勝てるんですよね。で客観視2、6で比べた場合っていうのは2のが釣られやすい盤面だった。盤面上も発言上もそうだったから。はい。なんで、6に関してはなんで7言及したのに8入れた理由を知りたい。まあ、8に関しては、2、6どっちを怪しんでみているのか。8の今見える世界線を言ってほしいですね。それで僕は6、8を精査したいと思っています。はい。まあ、6番に関してはそれぐらいかな。それ以外は僕と視点が同じだったから、まあ、現状は8に入れようかなと思ってるんですけど、まあ、8村だったら絶対頑張ってくださいって感じですね。はい。まあ、そんぐらいかな。はい、以上です。6番。のプレイヤーが発言します。8に行った理由はぶっちゃけて言うと7ってなんだかよく分かんなくて、じゃあ7行きました、俺8に負ける自信がないので、ぶっちゃけて言うと、じゃあ6、8で行ったらみんな8に入れるわけじゃん。俺が狼だったら絶対に7行って8と戦ってたよ、絶対にね。はい、僕がこれが白理由だと思いますよ。別に7行って8と戦いました、じゃあいいよ、戦いますってなって、でまあ、まあまあそれが俺8いった理由かな。でこれからなんだけど、神なしなわけじゃん。じゃあこれは何でしょうって話で、石の票が大事なわけよ。じゃあ石を残した理由っていうのは何なんでしょうって考えた時に、みんなあそこで8いくってたわけじゃん。俺ごめん、俺が狼になったそのまま8いくって言うんだけど、俺2の方が怪しいと思ってて、なんで1人構わなかった。だからさ、1神だったよ。8番だったら残すわけねえだろってなった。だからね、2人に比べるのって難しいじゃん。1はね、2が黒い方が良かったで、これ。あんだ方が良かったで。どうなんだろうね。ただね、8は意地のね、思考6入ってくれることを願うしか、もう手がない。8だったら絶対、8に絶対行くって言ったら、俺を噛んでくるかは、1を噛むと思うんだよね。1神だったら良かった。これもう絶対に1神だった。だけど、まあ、もう神の溝知る。8番の考えが変わったら、村の勝ち。いやだからもう8番のロックが絶対に許せん。外れなかったら。俺が狼だったらこのまま8釣り落ちてるかんで、俺は2に入れますよ。これを言ったけど8のロックが外れるかどうか。1はなんか2に行きそう。1神が来た方が良かったよ。メタ的に噛んでないのは8ありえねってなってたから、なんで噛まなかったんだろうなと思った俺も。ちょ、待ってよ、6番さん言ってんのごもっともなんだけど、私が狼だったら1を噛みます。だってもう、もうね、何やってんだろうと思ったもん。思ったんだけどさ、1神しない時点で曲げるって、絶対に8に、6に見せるよりは8に見せた方が良かったのに。見られるじゃん。5神が起こる前ね。だからね、1噛まなかったことがもう、負けの範囲ね。そしたら白が見えて、狼がすぐ分かったのに、いらないことをしたって思った。思ったね。その点は思ったからね。そう思ったら2が、もう1に評価収されすぎて、最白っていうかもう隠白の。評価収されすぎて2が怪しいかなって思った。でもね、6番さんのことだからね、なんだかんだ言って私に行くんじゃないかなとか思ってきたよ。さっきもそうだったけど。だからね、6で合わせてもいいんだけどね。もう私釣りはだってみんなしそうだしね。うん、まあもうどう出るかはもうあれだね。うん、1残したことがどうなるかっていう、まあ勝負は時の運だから、まあゲームができてよかったじゃない。ゲームになったからね、みんなが考察できて始まればね、まあしょうがないんじゃない。うん、だから言ったじゃん、メタ的に8が村になるから、これはもうやっては絶対逃げなかった。一神はありえなかった。一神しかなかった。村人陣営の勝利です。サイス、あのさ、みんなに説明していいかな。ちょっと時間もらっていいかな。どうぞ。あの盤面一神だったよ。もう、
1噛みしないことで、いや、それは8が、8だったら噛むだろうっていうのが、8が村に見えちゃってるっていうので、なんでですか、なんでですか。いや、それやられたことあるもん。じゃあ、皆さんは、7番狼を。ああって思ったけど、まあいいんじゃない？いや、追ってないけど、もう投票がどうなるから絶対ダメだよ。いや、私は追いました。恥をやってる体制を一応取った方が良かったね。